っとこれは回り込まれました。いやーリコが当たらない。しかしサメ攻撃でおお入ってった。しかしおっとこれだ。ああ我にかかってしまった。さあここでもっとチェロあ、おっと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 スタッフスタッフ、それスタッフだからね、スタッフ。あ、もう違う、違うやつだ、やべえ。スタッフスタッフ。さあ、行くぞ。あ、こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。ボーン対決ちょっと俺らでしましょうよ。割と何でも使っていい感じですか。いいです、いいです、何でもいいです。ちなみにさっきプリコさんとのぞみさんに対決してもらったんですけど、はい、まあどっちかっつうとのぞみさんが負け、勝ち、引き分け引き分けって感じでしたけど、引き分けっすか。まあギリギリなんかね、引き分けかな。うん、ワンワン対決みんなの見て実況しようかなとかって思ってた、うん、さあ始まりました。8に行こうかな。さあ始まりました。おっと強気環境キャラクター。まあどうなるか。まあサバイバーは中央ですよ。これ中央なのかこれ。これ中央です。中央。おっと余裕かましてますぞ。さあ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 。ちょっと待って待って。さあどうだ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 。ないよ。あの超えて。ガラちゃん練習してる。おお結構ポジション。つい気がするけど今の超えて、お、石像、お、当たりましたね。お、うまいな。おっと、2発目当てて。うまい、うまい。これはかなりうまいぞ。うまい。さあ、追い詰めたか。攻撃が当たらない。もう、これは追い切った。あれあれ、ちょっとさあ、先直し。惜しいな。惜しいですね。今のは、うまい。あ、石像が当たりません。粘るね。回さずにここでバレーバードを使って待って、閉鎖がある、閉鎖ある、閉鎖ある、やばい。あ、これはもう逃げるところがない。これは逃げるところが結構ピンチか。さあここでおっと生またて鬼没を使った。鬼没を使いましたね。これはかなり痛いぞ。まずい、これやばい。人が当たりません。おっとこれで伸ばしてきたが、ここで当たらない。惜しい。おーっとダウン。ダウン。これはどっちだ。いや惜しい。今のどうなんだろう。いやーどうだ。あ、何秒チェイスでしょ。だ70秒。あー、まあ、ドラキュさんの勝ちかな。まあまあまあ、ドラキュさんの勝ちですね。割とね、最初の石像うまかったですよね。うん、うまかった、すごい。あ、僕が次ハンターかな。うん、ですね。変わって。うん、じゃあ、ハンターやろうか。お、はい。ハンターした元々の陣営ですね。あ、ほんとだ。ああ、ほんとだ。まあ、でも当たる。最高報道したい。ヘラクレス VS エクトラ。おお、楽しい。おお、本気で。はい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 。どうなんだよ。おぉ、デスバチの人の二人とも。さあ、これは面白い戦いになりそうですね。ハイレベル。ハイレベルだ。ハンターはアスレスポーン。サバイバーは、船ですね。船、結構そうですね。おっと、しかし、男らしく船には行かない。お、すごい。中央来た。中央は結構まずいんじゃないか。うわぁ、先倒し。先倒し。直しからの、おっと、ここから先倒し、板を一枚割ります。そして、あ、で、板加速使って、はいはいはい、縄使って、板やばい、板を先倒し。あーっと、ここはちょっと板がもうないか。あ、結構いかないですね。結構厳しいですね。厳しいな。もう一個もね、おー、もみずる。これ、これで勝ちますよ。うまいなぁ。うまい。お、糸を使って。これ入って。おお、一撃与えていきました。さあもう一度糸を使って。どんどん距離を縮めて。加速してく。おっとおっと、縄で、はい、距離を稼いで。すごい伸ばす。ここから下に行って。もう伸びてる。さあここでダウンを狙えるか。結構。おお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 
追いつくか。うわー鬼没が光ったー。これは痛い。いやまずい。さあこれなんか、おっとお互いが終わった。しかし勝ったのは雲と。うわあ。さあ結果はどうでしょうか。どうでしょうね。78。あ結構稼いでますね。まあ今お互い1対1って感じですかね。うん。頑張ったのが結構でかかったですけど、この後はきつかったですね。うん。ファイナルラウンド行きましょう。ファイナルラウンド。ファイナルラウンドね。あれ行きます？工場で。さあ何を使ってくるの？ダンケさんもこれエス取ってますからね、サバイバー。そうですね。うん、あれですね、コンチエス取ってますね。ですよね。なるほど。なるほど、あんちゃんね。体験ですね。体験なんすか？体験。なるほど。これナメブですか？もしかして。いや衣装が体験です。ああ、そういうことですか。このキャラ舐められてるかと思いました。全然舐めてないです。衣装がね、うん、あ確かにでも初期衣装ではないですよね。この衣装ずっと欲しかったんですよ。これあ、はい、ずっと欲しかったんですよ。この初期衣装と出していく、あんまりないですよね。あんま変わらないよね、これね。いや全然これ僕の中では UR なんですね。まずは猫が頑張りました。あんまない。いや今のは移動ですかね。そうです、移動です、うん、移動ですね。あこれ回り込んで、ぐる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 、はい、おっとこれ回り込まれました。やばい。さあここで猫を使って、いやー猫が当たらない。しかしここで、あ逆に行ってしまった。おっとこれかなり逆に行ってしまったぞ。ごめんなさい。おっ板の読み合い入らない。さあこの板のサメ攻撃で、おお入ってった。しかしこれは猫は入らない。さあここに虫があるので虫を壊す。虫を壊してしまいましたね。やべ猫当たんなかった。いやでも出てきた。これちょっと読み合いが入れるすぎて、なんか猫が全然当たんないんだけど。いや、俺は結構使ってたんですよね、僕。ということで、あれ猫、猫。いや、次、本当に、僕、ちょっと、サバやります。次やるよ、了解。僕、サバやります。OK です。でも、あんちゃん難しいから。いい勝負だね。難しかった、本当に。努力がマジでうまかった。結構、駆け出しのね、相棒の、今のね、終わってたんですけど、相棒の要望でね、延長戦というか、はい、延長戦。あ、じゃあ僕もこれ元使ってたんで。あ、了解。あ、なるほど。いいな、ジャガン。ハンターバレたじゃないですか。バレたかもしれない。最低だよ。ジャガンってあれですよね、鹿の衣装ですよね。あ、そうですね、そうです、鹿ですね。そうメインです。剣投げてますよ、これ。さあ、101結構大きいんだな。サバイバーは中央ですね。これは、あ、いや、おっと、これは入れ違いになりましたね。これはギリギリ姿が見えなかったですね。さあ、ここで見つかってしまいました。あ、ポジションきつそう。おっと、これは見た。おっと、おー、これで当たっていかない。まずいな。おー、ここで一撃与えていく。さあ、ちょっとサバイバー振りかですね。切り外してからのリカバリーが結構厳しくなってきましたね。追いつくか。縄を外した。さあこれは追いつくぞ。おっと、やばい。今ので当たらないのか。だいぶ頑張ってしまいましたね。やばい。おっと、この火を使って。
さあこれはさすがに相棒の負けでしょう。これはもう相棒見つけすぎましたね今の。さあということでてってれーと、ミスりすぎじゃない大成功ですね、うん、いやお互いに、負けてと言われたら、どんなチェイスになるのかっていう企画でした。ドッキリですね。お互いに負けてって言ってましたが、相棒にも僕も最初分かんなくて、そうそう最初もねお互い結構バレないように最低限やってたから、まあ、ちょっと、控えめだなと思ってたけど3回も思いっきり頑張ってたから3回目思いっきり、そうっすよね、いたかんでもらおうと思ったら出てこないし全然、いや面白かったということで、2人に負けてとお願いしたらどんな試合になるのかでしたけど、どっちがあれだったかな、相棒の方がだいぶ頑張ってた感はあったけど、バレってなかったっすか、村木さんからしたら。ファンのあたりからなんかあれって思いました、ね、あれって思ったんですか。あれって思って、カーボの時点でなんかこんな S バッチなのにこんな見せるかみたいな、とんでもないとこ出してましたからね。絶対もう、板のとこもおかしいもん、あれ。あ、パンダさん来た。お疲れ様です。お疲れ様です。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、お願いします。ちょっと今、1on1対決やってるから、はいはい、いろんな人ちょっと呼んで、1戦目、2戦目、3戦目って他の人でやってたんですけど、どんどんなんかちょっと見学していきたいから、はいはい、パンダさん VS ケイダさんでちょっと第4試合やってください。オッケーです。いいっすか、ちょっとお願いします。お願いします。ケイダ VS パンダどうなるか。どうなるんだろう。おや、オッケー、オッケー。パンダさんは、何これ、赤スタートですね。ほう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 、いいよ。このパーツなんだろう。さあまずは推進機と全て揃えて、あっさあ分かる、打ち込んでますね。さあおっとここで一撃、おこれは当選も食らったんじゃないか。さあこれは即死するぞ。あれ、あれ、あ、いや見失ってるぞ。まあでけえ今は。さあここで乗り越え、かなり惜しかったですね。いやーこれロケが止めれなかったから、おここでもう一回、はい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 、これでもう60秒ぐらい、いやまだ30秒ぐらいです。さあいましたね。ここでおっと、おステッキが決まりましたね。おベロベロ回している。これさあ今はどうだろう。はいはいはい、うまいな、やっぱ、うん、どっちも組み合いが、組み合いが高レベルだな。やばい、さあどうする、これは入っていくか、入っていかない。おおうまい、さあ一旦終わって、組み合いはすごいな。俺だって今言いたくなった。俺は入っていくか、おっと当たった。さあ記録はどれ、どれぐらいだろう。何秒ですか。惜しいな、57秒。あ、じゃあパンダさん勝ちかな。ケイタさんのハンターってどうなんだ、見たことないな。レオっすね、他のイメージしかないです。レオしか見たことないな。そうっすね、脳幹視しか使えないって自分でも言う。だから次回中使えます。ジビエス。ハンタージビエ。あ、何？あ、中止なりそう。肉の状態じゃんそれ。小屋ですね。小屋で解除した。小屋了解。ちょっと近くにカエルがおるから気をつけてくださいね。さあここは中央当てていった、一発。これは最先いいぞ。これはどうなるの、引っ張られそうで怖い。ここにはいない。はいはいはい、いやもう次これ罠だ。あ、おいで、これは結構まずいんじゃないか。いやまずい、はいはいはい。あー、罠にかかってしまった。さあここでおっと、チェーンを、おっと、チェーンをか。惜しいな、これ。今の気持ちわかるけど、いや、今のベンチが、そうですね、ちょっとタイミングが合いませんね。チェーン、ちょうど外れないから。惜しかった。
権利取った方が伸びますからね。あとは、寄せたりとか。流れ弾くできるから。あー、待って。おっと、チェーンが入らなかった。ここで、あー、さすがにここは。なんか何が出るんだよ。やっぱ強くやっぱりやってきた。まあ、俺はさすがにケイタさんの勝ちでしょうか。ちょっとバンドの調子悪かったですね。うん、でも鹿のチェーンって見にくいからね。52秒そうですね。これはケイタさんの勝ち。ファイナルラウンド行きましょう。はい、お願いします。段階勝負、最後の勝負。今は1対1ですかね。そうですね、うん、1対1です。これを制した方が勝ちになります。勝ちですね。いや、もともと使ってたハンターでいきますね。おお、ガチっすね。うおぉ、出てきます。なるほどなるほど、バーメイドね、うん、変えるのか。エース強いからバーメイド、確かに。はい、はい、これハンターが小屋スポーンで、工場ですね。サバイバーは工場ですね。窓を越えて使ってたんですね。おっと、これはかなり伸びそうですね。工場から始まりました。サバイバーはかなり伸びそうですね。だいぶ強いポジションに逃げます。まだ60秒ぐらいはもう行かれちゃうペースかもしれない。かなりあんま置いたくないポジションではある。あれ、監視者を置いて。さあ、しかしこれは、あ、お薬を加速で。さあ、どうなる。さあ、ここは降りた。降りた。そしてお、あ、キャンセル攻撃を食らってしまった。そしてなぜか帰る。そうだ、やりました。おお、今のは工場にもかかわらず、これはさすがにパンダさんの圧勝ですね。圧勝でしたね。ですね、これは。どこに食らっちゃったのか。試合終了ということで、てってれー、ドッキリ大失敗かな。大失敗かな。大失敗かな。ちょっと待ってください。どういうことですか。なんかグダグダ感が感じます。ということで、お互いに負けてと伝えたらどんな試合をしてくれるのかっていう企画だったんです。おかしいと思ったんよな。だいぶおかしいとは思ってんだと思いますよ。お互いに。いやでもあれ、ハンター側ね、これやっとわかるけどね、やっぱ攻撃しちゃうんですよ、最終的にはね。いや、なんか本能的に交渉もなくなって攻撃しちゃうんですよね。バレたらまずいみたいなのもあるから、やっぱしちゃいますよね。そうなんですよ。空振りも限度があるからやっぱり。そうないから。じゃあ当たっちゃいますね。分かった上でプリコさんと、じゃあ D さんで。ヤオチョウで。ヤオチョウのヤオチョウやん。ヤオチョウのヤオチョウは聞いたことない。ヤオチョウのヤオチョウか。いやー、もう即死させちゃうけど大丈夫かな。おー、はい。いやー、なんならもう全てをミスしちゃうかな。LG です、LG。プリコさんの LG。プリコさん LG っすよ、LG。すごい、これは。うん、LG。LG から、ちょっと移動して、小屋の方に行ってますね。やべえな、ちょっと。ここやん、うん、あったあったあった。でもちゃんとここでワンオンワンなのになぜかロボットを。いや、やばくしたい。解読ね。あー、やばい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 。そこでも解読できます。ロボットやってから、なぜかもらって。あー、間違え、あと、あ、見失ってます。完全にロボットを見失っている。やばい、やばい、やばい。とりあえず、でかい、でかいよ。わー、でかい、見失ってる。あれ、よし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 、やばい、やばい、これでかい。これは伸びるぞ。リちゃんでかいですね。ああ、いや、ちょっとでもこれ、いやでもあれじゃない、ロボ壊して本体。そうですね、ロボ壊さないとちょっとね、本体も見失っちゃいます。どこだ、どこだ。やべやべやべ。いや、ちょっともうこれロボと見つかる。ああ、いいよいいよね、はいはい。なんなの、ああ、いいですね。どこだろう、ロボ。どこだよ、マジで。いやー、ロボったら自分の時間続け。こんなとこ、この視点は。ワオバの代表でやれる。準者を取ります。準者、やばい、バレる。どこでしょ、これは。わあ、やって、マジのか。あ、切れちゃった。惜しい。え、どこなんだろう。ロボットの。ロボットの。ちなみに、あー、ナイスナイスナイス。おー、これで早い、ダブルヒット。さあ、ロボ、やっと破壊できましたね。ロボットは垂れてた。
さすがに耳鳴りが、耳鳴りがないです。え、ロボット快楽しよう。もうロボが完全ない状態にしたほうが絶対いいですね。うん、ですね。確かに。壁壊しマスター。あ、惜しいですね。いや、もう完全にさ、ロボットガードっていうか、もう影分身なんだよ。ロボット快楽しようね。読み合いが。ほら、回しよう。さあ、壁でもマジか。さあ、壁を身代わりにして、またお水を。決めましたね。食べ回しに行く。とりあえずまあ食べ回しに行く。ああ、やっと、はい、ロボットになりましたね。これで存在感マックスだから、もう透明で投影マックスって私ました。もう即死。あー、まずいまずいまずい。リーさん、これ近づいてった。まずいで、これでまずい。おっと、攻撃当たらない。旋回読みでしたね。おお、壁を壊す。これは壁の負担を懸念してか。これは結構稼がれちゃってる。やってるよ。これで2回目の家が来ました。失ったので、あ、ワンワンが出ました。しかしサバイバーは危ない。あ、見失ってる、見失ってる。どこだろう。あの、視点が、視点が固定なんですけどね。それ視点固定することによって視野を広げてます。なるほどね。絶対この辺、絶対見つけられなかったね。危ない。これ見失ったのはちょっと痛いな。ちょっと痛い。いやどこに飛んでしまった。あーっと、これで、おー、消えない、当たらない。これは逆、おー、当たらない。やばい。何の読み合いかは分からないが、お、注射ぶち込んでるぞ。さあ、一体は当たらない。一旦終わって、ここからラーメン。見失ってるぞ。あ、おっと。スタッフ、それスタッフだからね、スタッフ。あ、もう違う、違うやつだ、やべ。スタッフ。これ見失うかもしれない、もしかしたら。見失っちゃった。バレてない。見失ったかもしれない。やばい、これ見失ってる。まずい、こいつらの、いや違う、こいつらがまた耳鳴りさせてくる。いや、うちも。わかんない、耳鳴りがあると思う。耳鳴り。あの、3人いるけど耳鳴りすらなってない。耳鳴りをつけているのに。耳鳴りめちゃくちゃ邪魔なんだよ。野人みたいな人が来て耳鳴りね。惑わされちゃってますね、これ。やべえ。バレる。まずい。あー、いや、これバレていないか。さあ、食べ込みは当たらない。やばい。おっと、ここでようやくダウン。さあ、何秒でしょうか。結構長かったかな、これ。うん、いやー、これは上がってますね、これ。じゃないの、まだ4秒じゃない。1台買いとく、1台は。1台、まあ1台分ぐらいか、1台分ぐらいか、まあ。まだ続けるの、これ。エータさんとパンダさん、これが見本ですよ。これが見本ですね。そうですよ。ちょっと2人とも反省してくださいよ。いや、あんまりやったことないんで。いや、でもあのチェーンはマジで面白かった。ありがとうございます。あれはマジで面白かったですね。